ヘンリー・ワーナー・スローカムは南北戦争の時の北軍将軍であり、その後ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国下院議員となった。南北戦争中、軍隊では最も若い少将の一人となり、東部戦線やジョージア州、両カロライナ州での多くの主要戦闘に参戦した。ゲティスバーグの戦いでは、優柔不断と戦場に遅れて進軍したことで、非難されたことから論議が起こり、 皮肉なあだ名、スローカムをもらった。スローカムは、ニューヨーク州、オノンダガ軍の小村デルファイで生まれた。カズノビア神学校で学び教師になった。ウェストポイントの陸軍主管学校入学指名を受けて入学し、ルームメイトのフィリップ・シェリーダンよりかなり学業の成績が良かった。1852年7月1日に第一、アメリカ砲兵連隊の勝尉に任官された。 フロリダ州でセミノオール戦争に従軍し、サウスカロライナ州チャールストン港のムールトリートリデで勤務し、1854年にクララライスと結婚した。1855年3月3日に中尉に昇進した。1856年10月31日に除隊し、ニューヨーク州シラキュースに移転した。スローカムは陸軍で守備隊任務に飽きた時に法律を、 勉強していた。八百五十八年に法廷弁護士として認められ、シラキュースで実務を始めた。軍財務官を務め、八百五十九年にはニューヨーク州議会会員議員に選ばれた。この期間には大佐の階級でニューヨーク民兵隊で砲兵教官も務めた。南北戦争が勃発すると、スローカムはニューヨーク州エルマイラで召集された二年間連隊で、 ある、第27ニューヨーク不評連隊の大佐に指名された。第一次ブルランの戦いでは、デイビッド・ハンター少将の師団に属する連隊を率いその連隊は130名の損失を出し、スローカムも太ももを負傷した。1861年8月、志願兵の順将に昇進し、半島方面作戦では、第一軍団から分派されたウィリアム・ B ・フランクリン。 少々の第一師団で第二旅団を7日間の戦いでは第六軍団第一師団を指揮しゲインズミルの戦いで頭角を表した。1862年7月25日スローカムは志願兵の少将に指名され陸軍でこの階級になった者として2番目に若い記録だった。第二次ブルランの戦いの後にその第一師団を率いて ジョン・ポープ少将の退却を援護した。サウス山の戦いでは、クランプトン峡谷で、その優柔不断な軍団指揮官、ウィリアム・ビー・フランクリン少将を無視し、スローカムとその部下の士官たちが、石壁の背後にいる敵前線を攻撃し改装させた。1862年10月20日、アンティータムの戦いで戦死したジョセフ・ケーマンス・フィールド、少将の後を継いで、第12軍団の指揮を取った。 この戦いでは、スローカムの師団は、予備隊とされていた。スローカムはこの軍団を率いて、フレデリックスバーグの戦いと、チャンセラーズビルの戦いに参戦した。チャンセラーズビルではその軍団とジョージ・ミードと、オリバー・オ・ハワード各少将の軍団を含む、右翼全軍4万6千名を指揮した。スローカムはうまく立ち回って、ロバート・イ、e、ーリー軍の背後に回ったが、ポトマック軍指揮官。 ジョセフ・フッカー少将から次期少将とチャンセラーズビルで止められてしまった。この戦いの後でスローカムはフッカーを公然と批判し、フッカーを指揮官から排除しようとした将軍たちの徒党の一人となった。スローカムは断定的でなく過剰に慎重で規則通りの士官として知られた。1863年の夏までに36歳で比較的若い少将だったが、 部隊兵に自身を植え込む方法を取得していた。フッカーがポトマック軍指揮官を解任されると、スローカムはその軍隊で上級将軍であり、指揮官につく候補だった。しかし、スローカムのことは真面目に取り上げられることなく、ミードの下での従軍に同意することになった。ブルック人のプロスペクト公園にあるスローカムの騎馬像ゲティスバーグの戦いでは、 スローカムはその軍団が戦場にゆるりと行軍したために批判を受け、そのことでスローカムというありがたくないあだ名をもらった。第十二軍団は1863年7月1日の午前中頃までに戦場の南東約5マイル、ボルティモアパイクにあるトゥタバンズで停止した。午後1時半から2時の間のどこかでハワード少将からゲティスバーグで即座の援軍を、 要請する緊急伝言を受け取った。おそらくは途中にある丘による音響陰影のために戦争が始まっているとは気づいていなかったと後に主張した。しかしスローカムの参謀は午後1時までに大砲の音を聞き、激しいマスケット銃の発砲音が増し、丘の上に高く上がった砲炎と砲弾の爆発を見ることができたと報告した。いずれにしても、 ハワード少将から伝言を受け取ったのは明白な事実であり、音響の状態には関係がない。歴史家のラリータックは、スローカムが午後中決断しかねて過ごしており、その軍団を進ませるでもなく、自ら前に出てその階級の職権で指揮を取るでもなかった。と主張した。歴史家の中には、ミードの不足の事態の作戦であるメリーランド州で防御船を敷く。 パイプクリークサーキュラー作戦を引き合いに出し、それではスローカムにトゥタバンズでの停止を指示しており、スローカムはミードがゲティスバーグでは回線を避けたいと思っていると考えていたとスローカムの優柔不断を説明する者がいる。しかしミードのスローカムに対する追加命令は第5軍団と第12軍団をその指示下に置くものであり、明らかにかなる対抗的動きも ゲティスバーグの現場で指揮を執るジョン・イフレーノルズ少将の決定にかかっていた。スローカムが動き出すまでにその作戦本部にはさらに3人の伝令が到着しなければならなかった。ハワードからの伝言を午後3時に運んだダニエル・ホール隊員はハワードの要請に対するスローカムの反応が高潔で軍人らしくあるいは愛国的である以外の何かと考えた。 この戦闘について学んだものは、スローカムが7月1日の午後6時以前に到着し、援軍のために、その2個師団双方に、直接、ボルティモアパイクを進軍させておれば、第11軍団の階層を和らげることが、できただろうと考える。歴史家のエドウィン・コディントンは、スローカムの遅れた反応に、別の見方をしており、退却する、第11軍団を支援するために反撃を、 行うだけの時間をもって町の向こうに配置できたかは大いに疑問であると論じた。スローカムは戦場での上級将軍としてミードがその日の深夜過ぎに到着するまでの戦闘もの約6時間軍隊の指揮を取った。ミードは翌日に第5軍団と第12軍団を北軍右翼として使いスローカムに指揮させて 南軍の左側面に当たるパワーズヒル地域から攻撃をかける作戦だった。スローカムはその地形が攻撃には難しすぎると主張して、ミードの案に抵抗したが、この戦闘の残り時間、自分が右翼の指揮官であると想定し続け、アルフェウス S ・ウィリアムズ准将に一時的に第12軍団の指揮を任せていた。7月2日、南軍ジェームズ・ロングストリート中将の 北軍左側面に向けた攻撃に対して、ミードがスローカムに第12軍団全軍で防御を支援するよう命令したとき、スローカムは懸命にもカルプスヒルのその陣地にニコ旅団を控えさせておくことを勧めた。ジョージ・エス・グリーン准将が指揮する、この旅団が南軍の一斉攻撃に耐え、北軍にとって重要な丘を守ることができた。ゲティスバーグの後で、 第12軍団は、西部戦線のテネシー州に派遣され、ジョセフ・フッカー少将の指揮下に入ることになった。スローカムは、フッカーの下で働くことになるとわかると、エイブラハム・リンカーン大統領に2通の辞表を送り、フッカーのことを士官としても、紳士としても軽蔑する見解を述べた。リンカーンは、辞任を拒否し、スローカムが、フッカーの下には着く必要がないと保証した。 妥協点が見出され、スローカム指揮下の一個師団は、ナッシュビルチャタヌーガ鉄道の護衛をあり当てられ、もう一つの師団が、フッカーの下に着いた。1864年夏、スローカムは、ビックスバーグ地区軍とテネシー方面軍の第12軍団を指揮した。アトランタ方面作戦の途中で、ジェームズ・マクファーソン少将が戦死した時、テネシー軍指揮官の席が空白になり、 フッカーは指揮官になれないと分かると辞任した。ウィリアム・シャーマン少将は新しい第20軍団の指揮官にスローカムを指名した。スローカムの元第12軍団は以前の指揮官が戻ってきたのを喝采で迎えた。1864年9月2日にアトランタがシャーマンに降った時、スローカム軍団が最初に支柱に入った。フランクリン・ナッシュビル方面作戦が始まると、 シャーマンは南軍ジョンベルフット中将の部隊を追跡する間、スローカムに1万2二千名の部隊をつけてアトランタに留まらせた。シャーマンは後にスローカムに新設ジョージア軍式を任せたが、この軍は第20軍団とカンバーランド軍から第14軍団を合わせており、海への進軍とカロライナ方面作戦ではシャーマン軍の左翼を務めた。他の翼はテネシー軍の 第15軍団と第17軍団で構成され、ハワードが指揮した。サバンナまで到着した時、スローカムはシャーマンに、南軍ウィリアム J ・ハーディ中将の軍団は、その逃亡路が北の南軍の方向に限られているので、これを遮断すべきと提案した。しかし、シャーマンはスローカムの提案を拒否し、ハーディ軍は脱出して、後にベントンビリューで戦うことになった。 カロライナ方面作戦の間、スローカムの軍隊は、アベラスバラの戦いとベントンビルの戦いで激しく、抗戦し、ベントンビルでは、ジョセフ・ジョンストン将軍の吸収を耐えしのいだ。南軍が降伏した後で、スローカムは、ミシシッピ方面軍を指揮し、その後1865年9月28日に、アメリカ陸軍から除隊した。戦後のスローカムスローカムは1865年に、 ニューヨーク州州、ストム長官に民主党員として立候補したがゲティスバーグでの領有、フランシス・シーバーロー将軍に敗れた。その後、弁護士としての実務を再開し、大佐としてアメリカ陸軍に復帰する申し出には辞退し、1868年にアメリカ合衆国会議員に当選し1869年3月4日から1873年3月3日まで、勤めた。 スローカムは議会で第二次ブルランの戦い後に軍法会議にかけられたフィッツジョンポーター少将の免罪を働きかけた。1872年には会議員の候補とならなかった。その代わりにシラキュースでの法律実務を再開した。1876年にニューヨーク市ブルックリンク公共事業局の局長に 指名され、地上交通からブルックリン橋まで多くの公共事業に関わったので、ブルックリン橋には、制度性名板にスローカムの名前が残っている。橋の通行量を無料にする提案を行ったが、成功しなかった。1882年にニューヨーク州全区から再度、 アメリカ合衆国会議員に選ばれ1883年3月4日から1885年3月3日まで務めた。ニューヨーク州バスにあるニューヨーク州軍人水平ホームの理事会議長とゲティスバーグ記念品委員会の委員を務めた。スローカムはブルックリンクで死にグリーンウッド墓地に埋葬されている。この墓地にはポーター将軍も埋葬されている。 蒸気船ジェネラル、スローカムは、スローカムにちなんで名付けられた。この船は1904年に大火災を起こし、多くの人命が失われた。ニューヨーク市スローカム鳥では、ロングアイランド湾からニューヨーク港への入り口を守っている。ブルックリンク、グランドアーミー広場には、スローカムの彫像がある。ありがとうございます。